お待たせしました、申し訳ございませんでした。昨日のランキングを、昨日ショールームしたんですけど夜ちょっとしかできなかったので、ランキング読むあれがなかったので、時間がなかったので、ここで今昨日の夜のランキングを発表したいと思います。12位ラームさん、11位ステックさん、10位ヨハンソンさん、9位ヘドウィクさん、8位タッキーくんだようさん、7位ようさん、6位ケブピー H さん、5位あゆさん、あ、違う、6位ケブピー H さん、5位あゆさん、4位ほなみさん、3位ダンスさん、あれ間違えた、7位か、4位ダンスさん、3位カイトさん、2位ナッシーさん、1位はナットユットさんです。ありがとうございます。皆さん朝の配信を見ていただきありがとうございます。これは昨日のランキングでございました。どうしよう、七並べ、今回は七並べの七並べは楽しいぐらいで、楽しいなと思うところで楽しみましょう。七並べをして、これからあるようないろんな CD リリースイベントの方でたくさん STU に貢献していきましょう。七並びは楽しい、いや私もやるので、でも苦しくなくて楽しいところで、はい、これからまたあるでしょう、いろんなフィフスシングルの思い出してる恋をしようのリリースイベントとかで、はい、これからまたオンラインとかなんか、あ、いろいろ、どうなの、何があるか分かんないけど、一並びはね楽しい。フィフスチェキも楽しみですし、っていうオンラインなの、オンラインでもあるのは嬉しいですね。っていうオンラインであるんですか、リリーベアルトですね、いいですね、これからがいろんなことが楽しみでございます。ですね。はい。それでは、七並べのイベントは、今回は。はい。楽しくできる範囲で、七並べのゲームを楽しみましょう。チャンスというか、お疲れ様、ありがとうございます。またリリースイベントとか何かあったらその時によろしくお願いします。うん、歌唱力ナンバーワン決定戦が発表されたんですよ、発表されたんですよ。
ね、発表されましたよね、結構前に。結構前ですけど。ああいうのね。出るか出ないか。で、こういうのはファンの人に負担かけんのよ、本当に。こういうイベントは歌唱力とか、いや、どう、めっちゃ歌が上手いわけでもないし、自信があるわけでもないけど、出たら喜んでくれる人がいる。多分皆さん喜んでくれる、私が出たら。考えてきますっていうか、まあ、出たら喜んでくれる人がいるんですね。嬉しい。ほら喜んでくれる、多分ね、みんな、ほら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 、私が歌ってるところを見て喜んでくれる人が、ほら、まだ歌ってないけどみんなもう喜んでる。前向きな方向で考えさせていただきたいと思います。検討させていただきたいと思います。なんかちょっと大人いで、いい時間ですね。それではランキングを読みたいと思います。13位、クルトさん、12位ヒサさん、11位コケパンさん、10位コマメさん、9位コマメマキさん、8位ダンスさん、7位タクトさん、6位ノッシーさん、5位リョウイさん、4位ヨウさん、3位ハイケイさん、2位イヤシケイさん、1位はカイタさんです。ありがとうございます。はい、それで歌唱力ナンバーワン決定戦出てほしいって人は、あ、出てほしいなって思った人は、ツイートしてくださいね。ハッシュタグココア通信、ハッシュタグカイココア、ハッシュタグ歌唱力ナンバーワン決定戦、それが多かったら考えてても、では今日はここら辺で放送終了します。放送終了まで5、4、3、2、1、バイバイ、ありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。あ、ウインクね、ウインク、3、2、1、バイバーイ、ありがとうございました。